植村修は日本のメイクアップアーティストであり、その名前を冠した修植村化粧品の創業者である。東京のラシャ夫人副次長、植村商店代表、植村伝助の4、男として生まれる。10代の頃に大病を患って、長らく病床にあった時に、ヘアスタイルやメイクアップに興味を持つようになった。成城学園を卒業後、東京の美容専門学校に入学した。 130人の生徒の中で唯一の男子生徒だった。上村が初めて映画のメイクアップを経験したのは1957年の映画ジョー・バタフライの日本での撮影にメイクアップアシスタントとして参加した時だった。上村は1950年代後半に日本を離れ映画やテレビのメイクアップビジネスに参入しようとした。上村がブレイクしたのは1962年の映画 青い目の蝶々さんの撮影においてだった。当時、ハリウッドで美容師をしていた上村は、この映画を担当していたメイクアップアーティストが病気になったため、その代役として急遽呼ばれた。上村は、女優のシャーリー・マクレーンに芸者のメイクを施し、高い評価を得た。また、この映画の制作者やマクレーンら出演者からも称賛された。この評判により、 植村はハリウッドでも人気の高いアーティストとなった。植村はメイクアップアーティストの見習いとして、エドワード・ジー・ロビンソン、フランク・シナトラ、ルシル・ボールなどといったハリウッドの著名人の仕事に関わるようになった。フランク・シナトラが出演した1965年の日米合作映画勇者のみのメイクアップを担当したのが初期の代表的な仕事だった。 上村は1960年に最初の化粧品を開発、発売した。最初の商品はクレンジングオイルで石鹸よりも綺麗な洗い上がりで保湿効果もあり、今でも日本で人気の商品である。上村は化粧品は顧客の肌の健康が第一であるというメイクアップ哲学を持っていた。また、化粧品で人為的に作るのではなく、 その人が本来持っている美しさを引き出すことを心情としていた。シューウエム村の店舗1964年に帰国した上村はハリウッドで学んだメイクアップ技術を教えるシューウエム村メイクアップスクールを開校した。1967年には化粧品会社ジャパンメイクアップを設立し東京表参道にシューウエム村ビューティーブティック1号店を開店した。 その後、1983年に社名を、エ上村化粧品に変更した。上村の会社は、1980年代の日本の後継機と日本人の西洋製品志向により、売り上げを伸ばした。その結果、エ上村化粧品は、日本国内だけでなく海外の美容市場でも、大きな力を発揮するようになった。また、アートディレクターとして、 及川博信が1号店の開店に関わり成功をしたことから及川の活動を長年パトロネージした。上村は2004年に修上村化粧品の支配権をフランスの化粧品メーカーであるロレアルに売却した。売却価格は非公開である。売却後も上村は修上村化粧品の製品開発に関わった。 2008年初頭の時点で、周上村化粧品は、世界中の店舗で年間約1億ドルの売り上げを上げていたと推定されている。上村が亡くなった時点で、パリ、ニューヨーク、ロンドン、香港に店舗があり、日本国内にもアウトレットがあった。同社の製品ラインは年々拡大し、ヘアケア製品やライフスタイル製品、香水、つけまつげ、 ハンドメイドのメイクブラシなどを展開した。シュ週上村のアイラッシュカーラーは2006年の映画プラダを着た悪魔にも登場している。2007年12月29日、上村は急性肺炎のため東京都内において79歳で死去した。上村は妻と2002年に自身の化粧品、ブランドウトワを立ち上げた息子のコートの3人暮らしだった。 葬儀は2008年1月4日に取り行われた。2008年1月31日に、青山葬儀所でお別れ会が開かれ、お焼香ではなく赤いガラスに灯されたろうそくと赤いバラが喧嘩された。多数の参列者が個人を忍び、クレンジングオイルが手渡された。上村家は先々代の上村伝介が、毛織賞として、英国へ渡航し取引契約を結び、 1895年には、閉鎖した三越洋服店の食工、商品、機械のすべてを入手して、洋服裁縫業兼洋服事販売業者として、成功、資産家地主となった。朱の父はその長男として1887年に、生まれ、1909年に、慶應義塾理財科を卒業、同年家督を相続し、植村伝介を襲名、家業を継いだ。 東京不多額納税者であり、妻には死者区、諏訪田元の次女を迎えた。世田谷区にあった、邸宅跡は1993年に区に売却され、現在桜が丘すみれば自然庭園になっている。ありがとうございます。